はい。皆さんこんばんは。村長です。先日からチャット g p t の使い方をいろいろ模索しています。僕は日々は音楽のお話をしていますので、音楽の使い方というのを提案しています。皆さんが早速頭に浮かぶのは歌詞を作るというようなことなんですが、それはもうたくさんの方がチャレンジしています。 芸術的音楽的にどうかというようなことはありますがでも提案として考えるならば本当にに便利にもできます一度皆さんもやってみてください今日はですねコード進行ですコード進行って案外大変ですよね。 ですから皆さんスケーラーとかそういうものを使ったりしてると思うんですね特に初心者の方はコード進行というのはなかなか頭に思い浮かびにくいですでもですよこのチャット GPT に聞いてみると案外うまくいくことが分かりましたので皆さんにお伝えしますまあ書き方にもものすごく左右されると思うんですが僕は ちょっとこんな風に打ってみます。ポップスでのコード進行を C メジャーのキーで作ってください。イントロ、バース、コーラス、各々16小節ぐらいでのコード進行で提案してください。このようにプロンプトを入れたとします。そしてスタートします。よーく見ててください。はい。 どんどん作ってくれますねはいこんな風になりましたイントロは4小節仕立てですねでこれは8小節仕立てコーラスも8小節ですねこれはここにぐらいという風にしましたこの16小節というのも一応半角にしておきましょうえ、こういうのを編集するときはこの右のボタンで 編集モードに入ります。ここ半角で位置を設定しますね。そしてこのぐらいというのを抜きますね。はい、各々16小節でのコード進行を提案してくださいに変えます。じゃあどうなるか。 はいちょっと各々が邪魔だったようですねもう一度16小節これ書くにだけしましょうかそうしましたらおお今度は成功ですねはいこの書くというのがちょっと と取り違えてるという感じなんですが、まあ、このようにできましたそうしましたら今度はこれをですねポップスってしましたがジャズに変えてみましょうはいジャズと打ちますこれでもう一度やってみましょうおおテンションがつきました はい、まあ、このようにできたとします。ここで僕はちょっと素晴らしいなと思ったのがイントロはこのように書いてもですねこう短めだったりとか何かこの意図があるんでしょうねまあ命令に正確かといえば逆に不正解ですけれどもこれもいいでしょうアイディアが欲しいだけですのでこのまま使うわけでもないと思うんでねそしてこれをですねそれでは。 これを E フラットに一応してくださいこのように打ちますそうしましたら はい、このようになりましたねいろいろ皆さんもチャレンジしてみてくださいどのようにプロンプトを打つかによってこれが変わってくるわけです皆さんも是非ともですねこのチャット GPT これを使ってですね全く新しい音楽の使い方を一緒に研究しましょうもうコードシナンソフトっていうのは本当にいらないかも分かりませんね 小説の長さとか、そしてキー、テンションの付け方、そういうのをですね、もっともっと色々プロンプトを変えることによって、とても素晴らしい提案をしてくれる。そういうこともあるかもわかりません。今日は第1回目コード進行のファーストインプレッションというような感じで皆さんにお話をさせていただきました。村長スタジオでした。